茨城のものでこう盛り上げていきたいなという、そういった気持ちがやはり震災の後こう自分の中でこう芽生えて、まあ農家さんとこうマッチしてそれが始まったような感じですね。梅干しを買ってってもらうにあたって、まあ茨城の風土にこう特化したようなものを出したいなと。でその中で こだわった品種、今回は石川一号と加賀地蔵という品種なんですけども、その品種をまあ取り上げたものの梅干しになりますね。農家さんと本当一から取り組みを始めて、梅の剪定から、品質管理から全てこう一から始めた中で、やっとこう梅干しとして茨城をこう代表するお土産品として一歩こう進めたかなという、まあそういった気持ちはおそらくその農家さん、これを商品を見てくれて農家さんたちもすごい喜んでくれるんじゃないかなと思ってます。まあ、今後も農家さんと一緒にこう新しい取り組みをして、あの茨城県の梅っていうものが、まあ全国にこう発信できるようなものを作っていきたいなと思います。